中継です。県内梅雨入りしているんですけれども、はい、今鹿児島市のホテルでは屋内でも屋外でもクラフトビールやビュッフェ料理が楽しめるビアホールが開かれています、はい、会場には山根アナウンサーがいます。どうなっているんでしょうか。山根さん、こんばんは。鹿児島市の白山ホテル鹿児島4階に来ています。こちらでは今月3日からビアホールがオープンしています。その会場がこちらです、はい、会場は午後5時半にオープンしまして、屋内とテラス合わせて280席が設けられています。雨や降灰に左右されることなく楽しんでほしいという思いでですね、はい、屋内外で楽しめるビアホールとなっているんです。お客さんももうすでに来ていますね。そして今年は新型コロナが5類へと移行されて初めてのビアホールということもありまして、コロナ禍前のビュッフェスタイルに戻っているということなんです。ですよね。そしてこのビアホールのなんといっても楽しみはこちら、はい、ビールですよね。すごいタップの数だ。このオリジナルのクラフトビール、はい、3種類をはじめですね、20種類のドリンクが飲み放題なんです。今グラスを出しましたね山根さん。そうなんです。おもむろにホテルが製造している城山ブルワリーのクラフトビール、桜島コミカンが入ったベルギーホワイトはスパイシーな口当たりと小麦の酸味、オレンジの香りが特徴です。奄美の黒糖を使ったスタウト、香ばしい風味とコクがあり黒糖の香りが口の中に広がります。もう一種類は月替わりの季節限定の味となっています。またビュッフェでは黒豚のスペアリブや奄美のマグロの釜のオーブン焼きなどおよそ40種類の料理を堪能できます。中でも人気は手羽餃子風のタンドリーチキンということです。カレー風味のターメリックとパプリカソースの2種類の味があります。このほかビュッフェとは別に7種類の前菜が入った1人前のオードブルがついてきます。お、はい、こちらこの桜島コミカンが入ったベルギーホワイト。おお、やってしまった。綺麗な黄金色です、ね、ちょっとあふれんばかりですっごく誘惑されるんですけれどもお席までちょっと行って、そうですね、はい、自分の席まで行って、もうこれだけでも桜島コミカンのいい香りがします。美味しい料理とともにいただきます、はい、あ、飲むわけですね。すごい泡がクリーミーで、はい、すごくオレンジのフレッシュさが口に広がります、はい、でこちら、はい、美味しい料理たくさんあるんですけど、ビュッフェでものがあるんですけれども、はい、こちら何でしょう、カジキマグロをいただきます、はい、わー大きい、あら、ガブリと、あ、一口で、多分その後コメント困りますよ。すごくほらさっぱりしてて美味しいね。一口でいっちゃいましたね。あうん、すごくビールに合います。はい、だと思います。そしてですね、はい、また魅力的なスポットがありまして、はい、皆さんにお見せしたいんですけれども、はい、今日はちょっとあいにくの天気ではあるんですけれども、うん、こちらビアテラス、テラス席が楽しむことができるんです。桜島がすごく広大に広がっていますね、うん、鹿児島市の市街地も一望することができます、はい、こちらビアテラスでお話を伺ってみましょうかね、はい、お客さんが、こんにちは。こんにちは。どうですかビアテラス。あ、そうですね、もう記憶がないぐらい昔だったんですけど、はい、久しぶりといえば久しぶりかなと思ってます、はいはい、どういうお集まりで。あ、今日仲間ですね、仕事仲間で、はい、年に1回の、はいそうですね、ただお二人以外にもいらっしゃるということですかね、はい、お二人以外にもいらっしゃるということですね。あ、そうですね、中の方にちょっといるんですけど、そうですか、今日ちょっといい感じなんで、はい、はい、気持ちいいですね、
ありがとうございます。引き続き楽しんでください、はい、ありがとうございます。それではですね、このビアホールのスタッフの正田さんにお話を伺います、はい、こんばんは。こんばんは。まあ、今年ならではのですね、何か動きや傾向ありますか。はい、コロナも落ち着いてまいりまして、ご友人ご家族でご利用されるお客様が増えてまいりました。そうですね、ありがとうございます。はい、こちらのですねビアテラスはですね、大人一人5500円で飲み放題となっておりまして、8月31日までの開催となっています。営業日や予約は白山ホテルホームページから確認してください。以上中継でした、はい、山根さん、ビールは月替わりのビールもあるということなんですけれども、ちなみに今月はどんな月替わりの季節限定ビールなんですか。はい、今月はですねバナナ味となっていて、私も実際に少し飲んだんですけれども、味がすごくフルーティーで飲みやすかったです、うん、なるほど、そうなんですね。どうでしょう、これからお客さん増えてきそうな今日の予約状況とか何か聞いてますか。そうですね、このあと6時半から12人の団体客のお客さんが来るそうです。やはりコロナが落ち着いてきて、ね、12人以上の団体の、ね、お客さんというのもね、やっぱり入ってくるということなんですね。いや、はい、そうですね、はい、山根さんの中継でした。